今回は週刊プレゴル TV 番外編ということでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、プレミアムゴルフスタジオが誇るフィッティングチームの3人で、はい、やっていきたいと思いますが、教えて藤原先生でおなじみの、フィッターの藤原くんと、はいはい、クラフトマンで、普段は皆さんのお目になかなかかかることがない、川瀬くん、川瀬です、はい、クラフトマンの川瀬くんとこの3人でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、実はですね、僕たち3人が、それぞれもともと違うメーカーで、プロ担当、ツアー担当という仕事をしておりまして、女子プロだったり男子プロだったりのツアー会場で、全員がプロのサポートをしていたという経験があります。でその中で、このガチガチの2人がじゃあどういう風なプロゴルファーの担当をして、どういう、クラブをこういう風に変えたら、こういう風に成績が出るようになったとか、今までのこう経験とかそういうものを自己紹介的な感じでお話できたらと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは藤原くんから、どのメーカーにいて、どういうプロゴルファーを担当して、この選手が結構こういう風に変えたらこういう風に良くなったとかっていう経験をちょっとどうぞ。はい、僕は今までホンマゴルフのプロ担当でやってさせてもらっていて、はい、何年ぐらい？丸6年しっかり、はい、ほぼ男子ツアーでずっとやっていて、最後1年ぐらいは女子ツアーも担当していたんですけども、やっぱり大きく変わったというか、フィッティングシャフトとかを変えて変わったっていう選手は、一番大きいのは僕は上井邦弘選手。おお、最近大活躍の。そうですね、はい、一時期もう本当にドライバーでとかで悩んでいて、もうチーピンが止まらず、一度シードを落としてしまったんですけど、やっぱそこの一番苦しいところを僕は見させていただいていて、でやっぱりチーピンにかなり苦しめられていた。で、基本的にはドローヒッターなんですけど、何を変えたかというと、すごいやっぱり左に行くミスが多かったので、どんどん本人も手元が柔らかいシャフトをどんどん求めていっていて、余計にクラブが来なくて、こう左のミスがどんどん体が開いて左に行っちゃうっていうところがあって、そこでちょっと手元が硬いシャフトとかを試していったところ、だんだんこう当たり感とかが良くなってきて、今の成績もかなり戻ってきた、今はもう契約ではないんですけども、今多分ドライバーとかも天性オレンジとか使っていて、少し手元系とはいえ少し硬いシャフトを使っているので、そこも、ドライバーとかも調子が戻ってきているところではあると思うんですけど、やっぱりパワーがあるのでかなりしなっちゃうんですよね、なんですけどやっぱり左が怖くて、やっぱり最初イメージとしては左行かせないってなると手元系のシャフトに行くこと多いんですけど、やっぱそれが本当に逆をついていて、かなり苦しんでいて、僕はよくラウンド試合の時もついていってたので、苦しんでるところを見ながら、いつもごめんねついてきてくれてるのにっていう感じでは言ってくれてたんですけど、そこが変わってかなり復活したっていうのがすごく僕的にはやって本当に良かったな。選手、クラブを作った選手が勝ってもやっぱり嬉しいんですけど、やっぱそういうかなり落ち込んでいたところから復活できたっていうのはすごく、作ってたりこう周りから見ててすごく嬉しいなっていうのはやっぱりありましたね。上井選手なんかはポテンシャルはもともとプロ同士の中でも評判になるぐらいすごいポテンシャルを持っているっていうふうに言われていながら、なかなか成績が出なかった選手の一人で、その選手がやっぱりシードを落としてからまた復活させたっていうところがやっぱり大きいのかなっていうところはありますよね。そうですね。チップカットとかってどうしてたんですか？チップカットも最初いろいろ試して、ってやったんですけど、結果もうシャフトの点、方向性を調子を変えただけでかなり
もう変わってきたので、はいはい、チップカットも、まあ、最初粘り気のものをやった時はいろいろシャフトも変えチップカットも変えいろいろしたんですけど、はい、もう単純に逆行った時にもうだいぶ良くなったなとかですね。でチップカットっていうのは、はい、今ご覧の皆様にご説明をすると、チップカットってこうシャフトがあって手元側の太い方と先端側の細い方で、通常は、先端側をトリミングってちょっとこう、先端を荒らして、シャフトの塗装をの部分を落として接着強度を上げるために塗装を落として接着をして、バットカットって言って後ろ側グリップ側を切って長さを調整していくんですが、先端をまず一番最初に 0.25 とか 0.5、1インチっていう形で、先端を切ってシャフトの動く量をちょっと減らすという作業をチップカットって言います。まあ、プロゴルファーなんかは ね結構やったりするんですけど、そのチップカットをすることによってあの X をもうちょっと硬くしたり、まあ逆に言うと、まあ、バランスをちょっと出してシャフトを動くようにしてあげたりとかっていう、調整も実は僕たちがやっていた、はい、仕事の一つです。はい、まあ、上井選手がやっぱりそういう意味では一番良かった、ね、はいはい、じゃあ川瀬君は、はい、私は UST マミヤ、あ、まあ、アッタスっていうシャフトでおなじみの UST マミヤっていう、はい、あのシャフトメーカーですねっていうところで、女子のツアー担当を担当させていただいておりまして、はい、まあ、僕の中でやっぱり一番印象に残っているのは、まあ、今絶賛大活躍中の稲見萌寧プロですね。ほう、なんですけれども、まあ、ずっとアッタス、まあ、ブランド名とか言っちゃって大丈夫ですか？もちろん、いいですよね、もちろん、まあ、言わないと分かんないけど、まあ、あのアッタスパンチっていうちょっとこう手元が、はい、あの動くようなシャフトをずっと使ってたんですけれども、はい、まあ、それが、パンチから、クールになって、で、ジアッタスっていう、まあ、本当にオーソドックスな、はい、あのシンプルなシャフト、中調子のシンプルなシャフトが出た時に、まあ、それにスイッチをして、そこからですね、異常に勝ち出したっていう、うんうん、っていうところで、まあ、もちろんスイングを変えていたっていうところもあるんですけれども、その、まあ、シャフトとスイングがマッチしたことで、まあ、本人が持っていたそのショットのスキルであったりとかっていうのがもう爆発的に伸びて、そこからもう、どん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 メダリストになるまで、もうオリンピアオリンピックで銀メダル取るまでになっちゃいまして、もう喋ってもらえないでしょ、もうね最近はちょっとこれ今ピーが入りますでも本当に僕自身も現場で見てて、当時はまあ、こんなにこう目に見えてショットが安定していって飛距離も安定して出だして、うん、でそれがもう成績につながりだしてっていうところがやっぱり一番印象にというかは残ってますね、うん、はい、で稲見選手の場合は、はい、その、まあ、女子って、まあ、男子と違って、うん、女子って結構そこって任せます的な要素が、そうですね、実は強いんですよ。男子ツアーの場合は結構細かい要望を選手側からバンバン言ってくるっていうのが多いので、僕両方まあ行かせてもらってはいたんですけど、男子の方が走り回らなきゃいけない女子はじゃあ来週作って持ってくるねで通用するところは正直あるところはあるんですよ。で男子の場合はもう本当にそれこそ今日打ちたい、もう明日もうこのまま試合行くわみたいのが結構あるじゃないですか。もう今日打ちたいじゃないですよね、うん、だいたい練習ラウンドとかで途中で連絡来て帰ってくる頃には打ちたいから作っといてとか、確かに練習朝の練習ラウンドの前に打っていってこれ作っといてね、途中で持ってきてみたいなのは多いですねだから、まあ、特殊な接着剤があって、うん、まあ、その、まあ、15分後にもう球打てますみたいな接着剤があるので、まあ、そういうものを使って現場では作って、もうそれこそラウンド中の何番ホールに届けるとか、まあ、そういうこともやったり多いすることが多いのが、まあ、男子ツアーですね。そうですね。はい。で、まあ、稲見選手の場合そういうものが逆に言うと、それこそさっきの吉田さんの話で、うん、任せますとなんか私っぽいやつくださいみたいなオーダーというか頼まれ方なので、うんうん、
結構そのまあ道具だけじゃなくてその今スイングでどういうことに取り組んでるのかっていうのもまあコーチが常にいる、うんね、いたりするので、はい、と話をしながらこういう風なスイングの持っていき方でこういう球を打ちたいっていうような話もまあ聞きながらシャフトを選ぶ。今時の人奥島コーチ、奥島コーチですね、あの頑張ってます。奥島コーチっていうような感じなので結構その逆に何だろうな、言われたことをやるだけっていう感じでは女子はないですね。いろんな方向からまあ見ながらっていう感じです。逆に一番2人が緊張した選手って誰ですか？緊張、うん、うわこの人のクラブやるんだみたいな。僕らって正直そのスタートをじゃあプロ担当になりましたっていうスタートのタイミングと、はい、で今までテレビでしか見ることのなかった選手の突然クラブを触りなさいって言われるって、はいはい、まあ、まずちょっと最初緊張するじゃないですか、はい、一番最初にポンってやってすげえ緊張したわみたいなのって何かあります？僕は高橋克成プロ。おお、まあ、これも本場の選手なんですけど、大御所。やっぱりもうあの僕がいた時はあのそんなに怖いという意識、はい、あのイメージではない選手ではあるんですが、はい、やっぱり周りから聞いた高橋プロの話がやっぱりちょっと怖いぞと。で、はい、やっぱり本人もすごくこだわりがある方で、はい、もうアイアンとかをお渡ししても自分の家で自分でアイアンとか来力曲げちゃって、ごめんねちょっと変になっちゃったから直してほしいとかっていうのがよくある、ね、あのねグースの感じとかも変わっちゃってごめんちょっと直してほしいとかってよくあるんですけど、やっぱりすごく厳しい選手だというのは聞いていたので一層気をつけたというか、はい、そこでちょっと緊張したなっていうのはあります。はいはいはい、逆にでもそういう選手やると自分が成長できるってあるじゃないですか。そうですね、で実は僕講演会、を講演をちょっとやらせていただくことがあって、実はその高橋克成プロの後に僕がお話をさせていただくって、それも30分ずつぐらい時間をいただいてお話をさせていただくっていうのがあったんですけど、あのその時にものすごく綺麗なパスをしていただけたんですよ。でやっぱりその僕のそんなそれこそお会いしたのもその時に初めてお会いをさせていただいて、でご挨拶まず勝成プロの後に今日僕ちょっとお話をさせていただきますのでよろしくお願いしますっていう挨拶をその前にさせていただいた時に、まだまだこんなね若造にすごい気を使ったトークをしていただいて綺麗なパスをいただけたんで僕がすんなり入っていけたっていうのがあったんですよ。だからものすごいやっぱ人格者というかですね、まあこの人って本当にそういうところで気を周りに配る方なんだなっていうのがすごい印象深い方だったっていう記憶はありますね。素晴らしい選手です本当。男子ツアーとか来ても、はい、いつも僕たちがお昼コンビニとかでおにぎりとか買ってるんですけど、うん、もうそんなんじゃダメだよって言って、はい、レストランの番号を教えてくれてこれちゃんと食べてきてねっていつも男子ツアーに来てくれるときはいつもご飯食べてねって言ってダメだよっていつも言ってくれてました。はい、本当にツアー担当が会社で僕らツアー担当だった頃って会社でいいねあの人たちは美味しいご飯いろいろ外の地方で食べてくんでしょっていう見られ方をするんですが、食べてるものは大概コンビニの弁当です。朝昼晩ですから大体朝大体5時とか530545っていう、まあ隠語を使ってですねフロント前に集合してみんなで乗り合わせてバスにで行ってる人なんかはそのレンタカーを借りてる人に乗せてってもらうってことをしないと会場に入れないので、まあそのね530集合とか545集合で会場に入って545フロントみたいなっていう会場に行ってみんなで乗り合わせて会場に行って、まあ6時半とか7時ぐらいから選手が入ってきて、まあ準備しといて、まあ朝一ちょっと調整がある選手をしてっていう感じの、まあがあるんですけどね、そういう気遣いがあると本当ありがたいですよね、はい、誰か緊張した？僕は緊張したというか、はい、外国人選手が来た試合で、うん、当時そのアンソンジュプロが、うん、USD マミアのシャフトを使ってて、うん、でその現場のスタッフにソンジュが呼んでるとで僕はバスの方にいてで練習場の方に行ったらそのソンジュと一緒に話してたのが
リディアコとユソヨンとか、ワールドランキングトップとトップ元トップ、うん、と、まあランカーですよね。ランカーが3人でこう話してて、あそこに行くのかとでもまあ呼ばれてる身なので、まあ、あお疲れ様ですというっていう感じで言ったら、ソンジュが、私と同じシャフトをこの二人が試したいというとこって言われて、韓国語も英語も話せない僕が、リディアコとユソヨンってこうあのソンジュを通訳に話オーダーを聞いて話してっていうようなっていうことがあったのが一番僕は緊張した緊張しました絶対間違えれないそこで歌してたの、ソヨンはその週使ったんですよ。あ、使ったね、もう何そのままオーダーでそのまま作っちゃった。そうです、作ったんです。で、でソヨンってどこのクラブだっけ？キャロウェイでしたね。あで、そっか。リディアコは PXG だったんですよね。で、その場でやっぱりすぐ対応ができなくて、うん、シャフトだけ、マネージャーさんにお渡しをして、その後はちょっと海外行ったので分かんないんですけど、ただソヨンは、その週しっかり。サードラススマッシュでシャフトを使いましたね。それがもう一番僕は緊張しましたね。ちょっと待てよってソンジュリディアコにユソヨン僕がハローとか言いながらものすごい片言なハローで終わりましたね。あとはもうソンジュがずっと通訳してくれて、ナイストゥミーチューもなくなくあれが一番緊張しましたね。ハロー。ハロー。直接の会話ハローのみ。ハローのみ。あとはもうソンジュ経由で。アン・ソンジュ選手もすごい選手なんですけど、その選手を通訳に使う。その前のグリップメーカー時代はグリップ交換とかは？グリップ交換とかは、大体、キャディーさんが持ってきますよね。なので、選手とかとあんまりこう、関わりというか話したりするってことはなかったんですけど、シャフトってなるとやっぱりそのヒアリングをするのに選手と話す機会が増えたので、まああれだけは僕は緊張しましたね。僕逆に一番緊張したのが、一番最初にグリップ交換入って渡されたのが、不動さんと発表されたまあまあねえきついなマグレガーに一番最初に僕お世話になってて、で、まあ、業界の、まあ、生き字引きですよね、はい、松下さんっていう僕の兄貴分がいらっしゃるんですけど、サトシこれちょっと、まあ、不動さんのと服部さんのグリップ交換だからって言われてポンって渡されたのが不動さんと服部さんっすかみたいな。もうテレビでしか、しかももうそのね、僕がテレビで見てた時代はもう超全盛期で、はいはいはい、まあそれこそ本当に一番そのそれこそ僕がゴルフを始めましたの頃の全盛期がお二人だったんで、はいはい、それこそ服部さんなんて僕が専門学校の卒業旅行で沖縄行った時にダイキンでちょうど空港でうわー服部道子だよみたいな感じでおダックスでやっぱりみたいな感じで見てた服部さんのまさか自分がゴルフクラブメーカーに入ってグリップ交換いきなり服部さんかみたいなのがあったので、それはなんかもううわシャフトに傷つけちゃいけないとか、もうしかも全部やっぱりカーボンシャフトじゃないですか、はいはいはい、だからスチールシャフトとかの場合って多少なりともこうカッターの刃がちょっと触れたぐらいでは傷にはならないので、そんなに緊張しないんですけど、カーボンシャフトってちょっとでも当たると傷になるじゃないですか、下手ですね、なのでもうそれはもうちょっとずつ行きましょうちょっとずつ行って両方にちゃんとカッター入れるこれ片方にカッター入れるでギュッて引っ張るのと両方にカッター入れて引っ張るのと だいぶこう感じが変わるじゃないですか、グリップの取りやすさが、なので両方にちゃんと丁寧にカッターを入れさせていただいたっていう記憶がものすごいありますねあとまあ一番変わった選手だとやっぱり、成田美鈴選手がやっぱり一番変わりましたね。その時は僕はもうメーカーではなくて僕の前職大倉ゴルフスタジオさんに、まあ、成田美鈴選手が来てくれてフィッティングをさせていただいたんですけど、まあその前の年からもう全く勝てない状況が続いていて、
で、その年、翌年ですかね、にフィッティングに来てくれて、シャフトのフィッティングから始まって、ドライバーフェアウェイはある程度これっていうのは決まってたんですよ。うん、で、アイアンがどうしてもしっくりくるのがないっていうところで、アイアンのシャフトから見始めて、で、まあ、アイアンのヘッドもこういう風にしましょうっていうところから始まって、で、全部ウェッジまで、はい、やらせていただいて、最終的に結局、多い時で10本作らせてもらったクラブが、まあ、世の中に出ていって、それこそ過半数を占めて優勝した選手って、実は成田実選手が初めてなんですよ。それまではウェッジだけとかアイアンもそれこそ本当本数が少ない番手のところでっていうところはあったんですけど、過半数を占めてやっぱ使ってくれて勝ったっていうのは初めてだったんで、まあ、それはやっぱりすごい嬉しかったですよね。通算勝利数とかでいうとやっぱり成田選手が僕の場合は一番多いので、誰一番勝ってくれたのって谷原さんか、ね、何勝してるんですか。1年3勝もあるんで、多分4勝ぐらいはしてるんじゃないですかね。はいはいはい、うん、僕成田選手だと、成田選手単体だと5勝、うん、すごいですね、うん、そうっていうと、でも一番多くない、シャフトで言うと、シャフトで言うと多分俺らより多いよね。全然もうまだ1本2本入ってただけでも勝ってるからね。そういう意味で、まあ、そうですね。でもやっぱり南さんなんだろうね、何勝してるの。だって孫樹は、孫樹はちょうど怪我のタイミングと重なってたんです。ああ、首首です。はいはいはい。なのでうちのシャフトの時は多分勝ってないはずなんですよ、ね、あ、そうなんだ。一番勝った年で6とかしてるのかな。6勝年間ね、してるので、今年なのかは南さんがすごいんで。そうだよね。まだだってね、連絡取り合ったりはしてますね。ありがとうございます。直接来てはないにせよ。はい、うん、まあ、僕が担当してた時のシャフトがまだ入ってる、うん、やっぱそういう意味では本当ありがたいこう立ち位置で仕事はさせていただいているなっていう気はしますね。で、まあ本当この中でそのコロナが流行りだしたっていうところで、正直こうツアー担当の仕事ってそんなにこうなんだろう、シャフトメーカーは入らないでくれ、メーカーの担当も何人にしてくれみたいな中で、そのね、しかもバスのないメーカーさん入れないとかっていうところが増えて、まあメーカー担当がなかなかこう活躍できない今現状ですけど、でもそういった中でもいろんなメーカーさんのメーカーさんというよりも選手のサポートですねをしてるたくさん その裏方がいるよっていうのを皆さん知っていただけたらありがたいなと思いつつ、はい、やっていけたらなと思っております。はい、まあこんな3人で、まあプレミアムゴルフスタジオはフィッティングをしております。まあ藤原くんと僕がフィッティングしたものを、今は川瀬くんが全て組んでくれるという形になってます。まあ、僕らもね、クラブは、まあ、急ぎの対応とか、はい、未だにやらせていただいてはいるんですけども、基本的には全て川瀬くんが全部組んでくれてます。はい。まあ、こんなところでちょっとそのプロゴルファーの、話ってなるとなかなか終わらないですね。なかなか尽きないところがあるので、この次の回でもまたちょっとこの話を膨らましていろいろ話していきたいと思いますので、引き続きまた次回もよろしくお願いします。お願いします。